宇都宮市立図書館は、栃木県宇都宮市の公共図書館である。中央、東、河内、上河内、南の5つの図書館のほか、市内の障害学習センターに図書室を設置し、図書室でも小説、実用書、児童書を用意しているほか、各図書館所像で貸し出し可能な図書の予約受付、受け取り、返却が可能となっている。その後は、 生涯学習センターと書室が増加したり、オンライン化が進んだ。指定管理者制度を導入しており、大高商事、木の国や、書店、藤井産業共同事業体が管理運営を行う。指定管理者制度を導入しており、木の国や、書店、大高商事、藤井産業、ひどか団共同事業体が管理運営を行う。栃木 SC のホームタウンであることにちなみ、 東図書館では、ザスパ草津の草津町立図書館、ミトホーリーホックのミト市立内原図書館と合同で2011年10月25日から12月4日にかけて図書館で北関東ダービーと名打った企画を実施した。この企画では、それぞれの市長の歴史や文化について書かれた本を紹介するコーナーが設けられ、観光パンフレットなども置かれた。南図書館では、 図書館での長期滞在によるコロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から職員が選んだおすすめの本をセットにしたキブナブックを準備した。しかし図書館は臨時休館を余儀なくされた。一方、コロナウイルス感染症の流行に伴ってキブナへの市民の関心が高まり、図書館が所蔵する竹松は平著の絵本、キブナ物語に注目が集まった。 休館中で、貸し出しが不可能なため、気分な物語を朗読する動画を映画監督の阿ビ子、渡るが撮影し、南図書館が配信することになった。ありがとうございます。